ピアノソナタ第11番変路町長調作品22は、ルートビヒバン・ベートーベンが1800年に完成した、ピアノソナタ。このソナタが書かれた、時期のベートーベンは旺盛な作曲意欲を次々に、形にしていっており、足りなくなった、羽ペンを送ってくれる余裕人に依頼しているほどで、あった。そうした中、作品18の弦楽四重奏曲等と、 並行して1799年から書き進められ、翌年夏頃までに、ウンターデープリングにおいて仕上げられたとされる本作は、ベートーベンの自信作となる。このソナタは素晴らしいものですと持参する本作に対し、作曲者が出版社のフランツ・アントン・ホフマイスターへ要求した金額は公共曲第一番や七0奏曲と同額であったという。さらに出版時に、自ら、 大そなたと銘打っていることからも自信のほどが伺われる。ベートーベンの意気込みとは裏腹に現在では、この作品はあまり知られておらず、デニス・マシューズのように新しさが皆無であると告評した専門家もいる。一方、本作を好意的に評価する立場からは、伝統に則っ,った形式的枠組みのうちに、 若者らしい伸びやかさを自在に発揮した初期様式を締めくくるにふさわしい作品であると評されている。楽譜は1802年3月にホフマイスターから出版され、ベートーベンを庇護したヨハンゲオルクフォン、ブローネカミル伯爵に検定された。伯爵には1798年にも作品級の原楽三重奏曲が検定されており、その際の検事には最高の作を 我が芸術の最愛の愛護者に捧ぐと記されていた。同伯爵夫人、アンナ・マルガレーテも伯爵同様にベートーベンを支持し、作品10のピアノ・ソナタ他の検定を受けた人物であったが1803年5月13日にこの世を去っている。そなた形式。フレイ1に始まるが、ベートーベンはみずみずしい第一主題をあえて弱音によって開始させている。 冒頭の16部音符は、学章全体に通定するモチーフとなる。フレイ1フレイ1の16部音符の音景が、計画を導き、ピアニッシモの新しい素材が続く。第2主題は、両手のユニゾンにより、蝶々で提示される。フレイ2フレイ2が、変装で繰り返され、続く16部音符主題の華麗な経過で勢いよく、進行する。コデッタでは、 トレモロの伴奏の上に新旋律が姿を現し、ユニゾンによる両手の競争が順次進行で1、オクターブ半の音域を上って下る。フレー3さらにフレー1の16部音符のリズムが顔を覗かせるとえ、蝶々の手話音によって、定時部を終える。定時部が反復されると展開部へ移行する。まず定時部コデッタの素材群が逆の順序で、次々と奏されていく。次に、 フレさ3が低音から追従をするセーブを伴って湧き上がり、フレー1の16部音符の音形へと受け渡される。このやりとりが繰り返されるうちに16部音符のアルペッチを主体としたスイートなり、やがて低音部にフレー3を神秘的に響かせつつ長いペダルポイントで再現部への準備を行う。再現部は変度長調,調で第一主題と、 第二主題を再現しつつ定型通りに進み、コーダを置かずに勢いよく結ばれる。そなた形式。パウルベッカーに、ロマン派のノクターンを想起させた優美な音楽。また、イタリアオペラのようでもある。先行するアオンの伴奏に続き、フレイヨンの第一主題が落ち着いた表情で歌われる。フレイヨンでガート奏法の達人であった作曲者の演奏を思わせる。 豊かな歌が連綿と歌われ、次に変路町調の第二主題が出される。フレーゴ右手の速い動きを経て、結尾学区に至り、簡潔に定示部を終える。展開部は、第一主題に始まり、鋭い不協和音も響かせながら高まっていくと、主題の一部分のみが抽出されて、必要に繰り返される。これに上昇、下声が加わって4世となると、次第に静まって、再現部となる。 第一主題は変装されて一層優美な姿となり、第二主題は変歩調調に再現される。第一楽章同様に楽章のコーダは設けられておらず、簡潔なコデッタにより幕が下ろされる。伝統的な様式にのっとったメヌエット。天画な主題に開始する。フレーク還元学を思わせるトリルがクレッシェンドして、ホルテッシモに至る中間学説を挟んで、フレークが再度奏され、 主題から派生したコデッタでメヌエット部を閉じる。トリオのミノーレは、フレー6の音形と関連する16部音符の流れに、対し、弱白に置かれた4和音がアクセントをつけている。フレー7カール・チェルニーはこの部分は速度を速めて演奏すべきであると解説している。ロベルト・シューマンのフモレスケには、フレー7の左手の音形に類似したパッセージを乱すことができる。二部形式のミノーレが終わると、 メヌエット・ダ・カーポとなり、学章冒頭から繰り返しを省略して、メヌエット部がそうされて終わる。ロンド形式。冒頭からそうされるフレー8の主題は、バイオリン・ソナタ第5番や、ピアノ・ソナタ第4番の修学章を、思い起こさせるような、爽やかな、美しさを有している。フレー8主題を、オクターブで繰り返すと一旦終始し、4小節の経過学説が挿入される。 第2の主題は一丁調で幻想的に提示される。フレイ体対違法的な扱いに続いて32分音符による華やかなパッセージが挿入され、ロンド主題の再現が行われた後に、ロ短調で第3の主題が現れる。これはフレイの直前に置かれていた経過部の学僧が転じたものである。フレイ10すぐさま特化アータ風の主題が続き、 緊張が高まると2オクターブを折り降りて、フレイ10の対位法的な展開となる。再びトッカータ風に盛り上がりを築き、クライマックスを迎えた後は落ち着きを取り戻す。弱音で奏される右手のトリルが左手で奏される6度の和音によるロンド主題を導き、フレイ8が変奏されながら柔和な表情で再現される。フレイ9も変度調々に、 再現されて32分音符のパッセージを経ると、フレー8が3連符を用いた変装でもう一度、そうされる。この学章にはコーダが設けられており、フレー7を解雇するかのような左手の音形が、そうされて、ホルテッシモに到達、音力を弱めるが最後は、競争で全曲に幕を下ろす。この学章の主題が、 エルンスト・ビル・ヘルム・ボルフによる同じ調整のピアノ・ソナタの主題に類似していると指摘する専門家もいる。注釈出典。ありがとうございます。